こんにちは、カームです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、とっても嬉しいことがあったので、それを動画にしたいと思います。はい、嬉しいことって何かと言いますと、はい、こちらの美容液をいただきました。はいこれはですね、そのお仕事とか関係ないです。単純にいただいたんです。これはね、美容液なんですけど、まだ使ったことがないです。たった今届いたので、それを、はい、お礼かたかたあとね、なんかすごく良さそうなので、ちょっとご紹介がてら動画にしてます。内容的にはすごく自然のものを使ってるみたいなんですが、まだもったいなくて使ってませんって、全然使ってません。本当届いたばっかり、そんなにたくさんつけなくても一滴が最大の魅力を引き出していくって書いてありますね。こうちょっとね、こんなパンフレットも入ってたんですけど、どうしたのって感じ。どうしてこういう私にね、こんな、これ箱です。中身はこれです。 30ml、ペネトレーションローズPR って書いてありますが、間違ってたらごめんなさい。ピュアエッセンス 30ml って書いてありますが、こちらの美容液なんですけど、美容液、私こちらを作った方とちょっとお知り合いでして、プロのヘアメイクさんなんですよ。実は芸能界でね、働いてらっしゃる、はい、有名な本当に、歌手ですね。歌手の方とか、まあ私は他はわからないけど、本当に、皆さんが知ってる、歌手の方のヘアメイクさん で、で私弟いるんだけど、弟の関係で、知り合ったんですけど、弟はそういう、芸能人 歌手だったら、その、プロモーションビデオを作る仕事をしてるんですけど、その関係でこちらを作ったヘアメイクさん、女性なんですけどね、と知り合いました。はい、コンサートライブで お会いしました。はい、で、その時からのネット上でね、つながってはいたんですが、この度こういうね、美容液を作ったのを、なんか YouTube もやられてる方なので、私よく見てたんですよ。今なかなか動画ちょっと上がってないんですけど、でまだまだ始めたばかりの YouTube だったみたいだったから、私も見てて、ちょっとこう、いいねとかしちゃったりして、してたんですけど、そしたらなんかちょっと、なんかね、見てくれてありがとうということで、そんな感じで、このね、美容液いただきました。すごい高価なものなんですよ。なんかどうしようと思っちゃって、それで嬉しくて。動画にしました、はい、なのでプロモーションじゃないです、はい、ただただ嬉しかったなっていうのと、一応ね、私にもヘアメイクさんの知り合いがいますよっていう実はそうなんですみたいな、はいはい、ということでね、今回は、これのご紹介ではないんですが、もらいましたというか、プレゼントしていただきましたというお話と、また今度、お肌
につけてみて、そのメイク動画を上げるときにまず使ってみて、使いながらまたあれこれと、使った感想なんかをね、ちょっとお話ししたいなとは思っておりますが、はい、どんな感じでしょうか。本当に私あの動画によくしてでも言ってるんだけど、特別なお手入れは全然してないですって本当にそうなんですよ。だからこのようなものをいただくということは私にしたらすごい ありがたいことでして、自分でっていうのなかなかねしないのを発信してるじゃないですか。使ってもプチプラなものばかりですよみたいな、これはもうプチプラじゃないんですが、はい、あの概要欄に、ね、貼っておきます。どんなものかなと気になった方は、あと YouTube もこれを作ったお姉さんの YouTube を概要欄に貼りますので、よかったら見てくださいって私が言うのはおかしいんだけど本当にね、なんかね、優しい、お姉さん、もう私よりも、すごい若い方でね、可愛い方です、はい。ということです。ありがとうございます。はい、今回はね、ちょっとこういった動画です。はい、はい、何かの参考になりましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よかったら見てくださいはい、ということでまたね、ありがとうございます。